前田殿も。毎度、岩本でございます。10月27日、京セラドームで日本シリーズ大混戦目を行われました。はい、その模様を皆さんにお届けしたいと思います。結果、6対4。オリックスのサヨナラ勝ち、ウォー！シーソーゲームやったわー！何が起きてもおかしくない。一瞬一瞬が大変なことになってたやんか。もうプレイボールからようランナー出るし、ホームベースクロスプレーもあるし、大変よ。両リーグのチャンピオンチームが最高峰の試合を見せてくれてるわね。その中でいろんなこと感じるけどもね、まあそのサヨナラ勝ちはまず言っておきます。吉田正尚主砲やね。この試合でこのシリーズ第1号のホームラン打ってるんですよ。でそこでこう気分が楽になったのか、先日の山田哲人のようやね。山田哲人がヒット全然出てなくて、内野安打でヒット出た瞬間にちょっと心にゆとりができたのか、バッターボックスでのルーティーンもすごくこう柔らかく見えて、スリーランホームランにつながったかのような、今日1本出てそのサヨナラホームランの打席も雰囲気バリバリやったの。2人とも言えることはバットが出てたってこと、バットはしっかり出てたってこと、その結果でどれだけこう心理的に楽に、まあ、バッターボックスに入れるかっていうことがポイントやったと思う。これ不思議やね。サヨナラゲームなんで、もうそのサヨナラのシーンのことを先に喋ってしまうけども、マクガフが1点リードでマウンドに上がり、守備のミスがあったんやね、スローイングの。もう慢てて慌ててファーストの悪送球投げて、ランナーがホームインして同点、ツーアウトまで行ったけども、吉田正尚に打順が回り、ワンストライクインサイドで、2球目のサインを覗いてうなずいてるその顔があれと思ったの。よく蛇に睨まれたカエルみたいなのあるでしょ。マクガフがなんか不安げな表情に見えたよね。パッと思い出したのが、去年の日本シリーズでも吉田正尚にサヨナラヒットセンターオーバーかなんか食らってるでしょ。そんなことも思い出したんじゃないかな。同じ球場やし、でピッチャーがそういうネガティブな過去の嫌な映像が頭をよぎった時って、そうならないためにちょっとピッチングが小さくなるというかね、萎縮まで行かなくてもそうなりたくないというような、アウトに取るんだじゃなく悪い結果になりたくないという投球になってしまうよね。でそれっていうのはちょっと弱い姿になって、吉田正尚もそれ感じたんかな。迷いなく振り抜いたね。あれなんだろうか、中途半端なボールやね。カット系なのか、ストレートにしてはちょっと出力落ちてるし、スライダーにしては曲がってないし、フォークにしては落ちてないし、カット系インサイドに投げたかったのが甘く入ったのかね。吉田正尚完璧に捉えてたから、打った瞬間それと分かる。ベンチにウェイ、一塁回ってウェイ。ほんでね、今日思った。吉田正尚ヒーローインタビューの時ね、感無量です、2度ほど言ったんかな、2度ほど感無量ですっていう言葉を選択して言ってたけども、僕ね、そういえば最近感無量を味わったかなみたいな。で今日プロ野球ニュースのスタジオの先輩方にも、最近感無量味わいましたかなんて質問してしまったぐらい。なので吉田はね、この日本シリーズで調子のいいスタートは切ってないけども、今日の2本のホームラン、しかも2本目はサヨナラホームラン、感無量を味わえるプロアスリート、幸せ者だね。まあ、自分で築き上げて自分でその結果を出して味わってるんだけども、幸せを作れる野球選手、幸せを作れるプロアスリート、ええやないの。羨ましいわ。ええバッターやね。ほんでね、今日オリックスが勝ったから結構オリックス目線の発言になるけども、前日の試合で宇田川で山崎総一郎、まあイニングをまたいで、もうお互い2イニング投げてるんですよ。言えば宇田川は1回と3分の1くつやけども、もう事実上2イニングですよ。でその2人をベンチから外していた。でこのシリーズでちょっと痛い思いをしている平野で阿部、この2人をマウンドに上げることになった。でその2人がちゃんと結果出してるんですよ。特に阿部はここ一番で自分のウイニングショットのスプリット、フォークボールでね、それで三振取ってるんですよ。サンタナを空振り三振のあのフォークスプリット、描いた通りのボールやったと思うよ。これ何が言いたいかというとね、土曜日日曜日神宮で戦う、もしかしたらもう第8戦目もあるんですよ。月曜日ももうこれブルペンフル回転でいかなきゃいけない。で両チーム共通して言えること、ブルペン陣に自信持ってるんですよ。なので
先発ピッチャーが初回から飛ばせる。なので両方のチームにゲームをしっかり作れるピッチャーがそこにいると思っていいと思う。でクロスゲームになった時にもうすでに皆さんお気づきですけど継投早いんですよ。別に逃げ切るとかそういう問題じゃなくて自信があるからそこにブルペンの起用を思い切って打って出るんですよ。まあヤクルトもそんなダメージを受けてるリリーバーはいないけど今日のマクガフぐらい、このゲームのマクガフがどれだけ次の日の移動日を利用して頭の中をクリーンアップできるかっていうのも重要なんだけど、オリックスのブルペン陣、阿部そして平野とちょっと結果が出なく痛い思いもしたこのシリーズやったけど今日のピッチングで心が晴れたと思う。ということは勝ちパターンと言われるピッチャーたちがこぞって好調になってるってこと。でその周りのピッチャーも決して悪くないから、だからブルペンで言うとブルペン全体のメンタルはオリックスがちょっと上向きなのね。僕はそう思ってんねん。なので土日月、先発ピッチャーもおそらく山本由伸は多分登板しないと思うんで山崎福也バッターボックス得意としてます。そういう意気揚々とした姿がチームを何かこう活気づける。でもう宮城で山岡もうここしかないでしょ。で短いイニングになったらブルペン総動員で、スワローズもライアン小川サイスニード高橋奎二、これみんな間に合うんですよ。でももう今中5日みんな大丈夫かって言うけど全然大丈夫なんですよ。ピッチャーっていうのは、はい、中5日あったら戻ってきますから、はい、シーズン通して今は中6日が当たり前になってるけどもいやいや経験者として中5日は全然大丈夫、うん、まあでも中6日でも回れるそういうローテーションを持ってるだけにね、うん、どのピッチャーもそんな負担をかけてマウンドに上がるピッチャーはいないと思う。飛ばすでリリーフがまたファイヤークロスゲームばっかりでしょ。去年の日本シリーズを思い返してもずっとクロスゲーム、去年からほんで今年に入っても大量得点で余裕を持って勝ってる試合、コテンパンにやられた試合ってないんですよ。同じようなチーム構成そして同じような戦力分析となっているそのチーム、4番バッターが左バッターうわーで、リリーフブルペン陣もめっちゃ強いうわー予想できまへんな、うん、展望で言えるのは好ゲームが予想されます。それしかない。月曜日の試合あるよ、あるよ、勝ちに行くよ。目が離せない日本シリーズ、まだまだロックオン、 To be continued。 前田沖ラオ補殺ナイスボール。